はい、はい、やってきました。新千歳空港、新千歳空港来ましたよ、はい、出国手続きを終えて、はい、我らは旅立ちます。あとは待つのみですね。はい、はい、とりあえず飛行機に搭乗して、うん、行きましょう。行きますよ。今出国手続きってどうなんだろう。すごかった、うん、ね、数年ぶりの海外ですけれども、今こんなになってるんだと思って。スポーツを乗せて顔認証したら勝手に出国できるんだね。あのね、中川家さんのモノマネのパスポートプリーズ大好きなんですけど、NEXT みたいなのがないっていうことで、全部このピッて、あのセンサーでね、かざしていいよどうぞってゲート開くんだよね。はい、では飛行機乗っていきましょう。はい、搭乗しますよ。いやー、ドキドキするね。ドキドキする、なんかドキドキするね。ちなみに今日乗る飛行機はキャサイパシフィックです。機内食が楽しみだね。そう、機内食がね、地味に楽しみ。あと機内でなんかスナック売ってるかなとかさ、うん、日本の航空会社じゃないからどんな風なのかなっていうのが。おお、あれだ、キャサイ、キャサイ、あ、見て、あっちはきっとビジネスクラスの、わ、ファーストクラスのお客様だわ。ベビーファーストとかない。ベビーファーストクラスはないです。ないです。エコノミーで頑張りましょう。ねえ、ではでは、行きましょう。乗ります。はい、1本目のフライトが終わりました。どこにいるんですか。今は香港にいます。日本語が全然なくなりました。香港、ね、は何語になるのかな。いや、分からん、ね、でも初めての香港な、ね、鈴木はこれで香港に行ったと言い張るからな。香港に、そうだよ。香港行ったことあるよ。なんか暖かい感じですよね。ね、湿度が高い感じが。さっき時刻は夜なんです、夜の9時過ぎなんですけど、外がね、雲の上の星がすっごい綺麗だったね。綺麗だったね。本当に綺麗だった。はいはい。流されました。どこに行くんかな、はい、トランスファーって方に歩いていけばいいんだね、きっと、うん、そうだね。ね、天気、戦気、うん、なんていうんだろうな、あれ、なんか独特な匂いするよね。なんかやっぱ湿度が高くない？高い気がする。ムシッとしてる。なあ、南の方に来たのかな。トランスはどっちだろう。香港は暖かいのかな。香港は暖かいのかな。ね、そうなんですよ。ベビークリームありますよ。そう、だからまずトランスファーしたいよね。トランスファーすごい。なんかいろんなお店あるね。香港のお土産って何。わからん、辛いなんかじゃない。見つけました、我が家のクッション。我が家と同じものが、なんと香港に。すごい、こんなことあんだ ね。あわ、こんなところでね、まあ、とりあえず今入国審査を再び終えまして。ちょっといいの、あれ、招き猫、あんなお客さん来ない、あのポーズしたら。いいんですか、これね。え、なんかわいい、なんか食べ物閉まってるか。ねえ、なんかでもさ、どっかからいい匂いすんな。レストラン食ってるほどの時間はないけどな。なんかおにぎりみたいな買えないかな。なんとハリーポッターの世界を見つけました。チェスしてる、チェス、すごい。ねえ、どっちが勝ってるかな。そうかな。聞きますよ。わからない、乗り遅れちゃう。香港でお買い物をしました。何やらジュースを買いました。パッションフルーツかなと思ってる。お、違う、あと選んでみような、うん、
アパッションフルーツって書いてある。アップルティーだって。さて、今から14時間10分のフライトになります。おー、長い。さっきは5時間ぐらいだったから、まあ3倍ぐらいの長さのフライトになります。まあ夜だからね。そうだね、寝ていれば着くと思いましょう。でも、思うじゃん、うん、だけど時差ボケするよね、変な時間に寝たら。時差ボケって俺あんま経験したことないからな。ね、時差ボケになりませんように。行きましょう。はい、行きます。到着しました。到着しました。もうね、体中やばいねえ、これがエコノミー。浩平くんでこうなんだから、もっと背の大きい人たちは大変だっただろうね。バキバキよ。バキバキだね。意外とね、膝が痛かったね。そう、しかもね、香港でね、実は1時間ぐらい待っとんだよね、天候の関係で。そう、ちょっとね、天候が荒れていて、機内で1時間ぐらい待機したね。入国しましょうか。あら、いい匂いするわ、ね、見てください、カルビエ。これ日本と変わらないよ。カルティエ、ルイ・ヴィトン、ディオール。なんかちょっと本場な感じがするじゃない。行きますか。行きますか。アスコース・グリース。アスコース・グリース。はい、というわけで、はい、到着しました。到着しました、無事にね。ここはですね、はい、パリに来ております。パリなのね、もうパリでしょう。もうパリなの、ここは。まだ思いっきり空港から一歩出たところで。そうだね、何もわかんないんですけど。はい、でもなんか空港の中もね、自動販売機とか見たことないリプトンとか売っててね。はい、ちょっともう外国感は出てるんですけれども、アジアの方が少なくなったね、とりあえず。いや、本当に西洋の方いっぱいでね、みんな背が高いね。ね、というわけで私たちの目的地は、はい、まずパリでした。はい、ということで1国目はフランスです。では、はい、とりあえずホテルに向かっていきましょう。そうだね。ちなみに今フランス時間では朝の8時54分です。もうね、結構前に着陸はしてたんですけれども、まあ、荷物取ったりとかいろいろしていて、もう9時前ぐらいになっちゃったね。ね、うん、で時差がね、7時間あるかなと思ったら6時間ぐらいか。多分サマータイムの関係で短いのかもしれないなーって印象なんだけど、6時間ということです。はい、はい、では、はい、ていうか空港が意外とさ、はい、中から出たら人が全然いなくてびっくりしてる。本当だね、みんなどこに行っちゃったんだろう。、ね、なんかめっちゃ人いたのに、ね、ではタクシーで、はい、とりあえずパリ市内まで向かいます。はい、はい、パリ初日は晴れです。晴れです。晴れです。よかったね、天気悪いよ。なんかお天気悪いかなって思ったんだけど、天気良かった。ね、あ、見て、ちゃんと値段も出てる。このバックミラーに値段がついております。なんかパリ市内はもう一律で決まってるんでしょう、値段。うん、なんかパリの右岸がいくら、左岸がいくらってね、セーヌ川を挟んで右と左で値段がちょっと違うみたいだけど、一応一律でそこら辺は決まってるみたいで、だから安心して乗れるね。ね、うん。到着しました。到着しました。ここかな。あ、これだ。これで。それ空いてるからいいんじゃない？そこパレスしても。あ、そうなの？うん、したかった。これ入って。いける？わ、すごいね、なんか。ここあったよ。あ、これだ。エントランスで、で、ここを。開いたんかな。ここが開いたの。開いてる。開いてない。開いてない。あれ、もう一回やってみて。開いた、開いた、開いた、開いた。おお。開きました。わあ、すごい、アパートメントだね。お、こっちですね。おお。あら、指示がなくなっちゃった。え、なんか書いてない。ス
あ、Take the stairs. Go up the floor. 3階ってこと？電波が弱すぎる。電波をどっかで拾っていきたいもんだな。うん。電気ではないのか。ああ、ついた。すごいね。やばい、ここ見て。レオンじゃん。本当だね。3階まで行くってことかな、多分。うん、かな。ちょっと俺見てきてみようか。3階まで。うん。なんかそしたらこのこれがあればいいんでしょう。このステップ7がよくわかんないね。ステップ6までは合ってるもんね、うん、ここで。でここ上がれって書いてあるね。でここが出ないんだよね。3階にそれがあったの？いやそれが意味がわかんないよね。そして3階がさ、どこが3階なのかもはっきりしないじゃんね。わかる？エミリーはさ、うん、1階が2階だって言ってやってたじゃん。ああ言ってたね。ああ疲れた。到着しました。お疲れ様でした。ホテルまではめちゃめちゃ順調に来たんですけど。ああね、今回ね、ホテルじゃなくてアパルトマン式なところ ね、 そうだね、アパートメント式っていうのかな、そういう普通の人が住んでるお部屋の一角を使ってホテルにしてるところに泊まったのね、まあ、日本でいう民泊みたいなね。チェックインがスタッフさんがいないんですよね。そう、フロントがないから自分たちで鍵を見つけて開けるって、ちょっとなんか謎解きみたいな感じだったよね。そう、日本だったら絶対、日本でも民泊とか使ったことあるんですけど、うん、日本の民泊はまあ分かりやすくね、そういう説明してあるんですけど、うん、その説明が雑で全然見つけられなくて。いやなんかね、一番これ戸惑うだろうなと思ったのは、回数の数え方が日本と違うこと。そう、エミリー・イン・パリでもやってましたけど、私これエミリー・イン・パリを見てたから良かったんですけど、本当にね、見てなかったら路頭に迷ってたよね、うん、そう、説明では3階に上がってくださいって書いてあったんだけど、こっちでは2階から1階って数えるんだよね。そう、グランドフロア1階2階3階みたいな。そう、だから私たち日本人の感覚でいう4階が3階に当たるので、それを思い出してこのフロアだって分かったっていうね。しかも部屋番号とかも書いてなくて、うん、なんか謎の写真、ドアの写真をね載せてくれてるんだけど、そのドアも、ドアは全部同じドアなんだけど、その横に細いダクトが通ってるんです、写真を見ると。だからそのダクトの隣にあるドアを探すっていう、ね、ちょっとなんかほんと謎解きみたいだったよね、はい。そしてしかもこれもエミリー・イン・パリと同じパリの洗礼を受けたんですけど、4階なのにエレベーターがないという。なかった。4階どころか、まだまだ上あるもんね。まだまだ上あったよね。4階でよかったよ。めっちゃ重いスーツケースを2つ運びましたよ、上まで。ねえ、重かった。ありがとうございました。そんなわけでちょっと疲れましたが、ルームツアーしていきますか。はい、していきましょう、はい、まずはね、ていうかこの苦労してたどり着いたお部屋が可愛いんですよ。どうですか。パリのお部屋でございます。なんかパリに憧れてる女の子の壺をここでしょみたいなぐらいな感じで、ハイブランドのなんかポスターを飾られてるんだよね。シャネルとか好きでしょみたいな感じで飾られてる。プラダとかね。ね、じゃあ紹介していってください、水木さん、はい。これなんで水木がここを選んだかっていうとですね、はい、まずこの辺じゃないですか、ポイントやっぱ。あ、そう、まずね、洗濯機がついている。あ、洗濯機ついてんだ、俺知らなかったそれ。これすごくない、洗濯機がついているということ。洗濯できるんだ、はい、それはこの長旅では素晴らしいですね。でしょ。洗剤ついてんのかな、うん、まあ分かんないそしてこれ使い方分かるかな。まあいいでしょう、はい。そしてキッチンがついている、ね、これがね、アパートメント式の最大の魅力ですよね。みずきはチーズを買ってここで食べたいそうで、はい、ここでトースターとかコーヒーマシーンもあるね。すごいね。ケトルもあるし、これ電子レンジも。お惣菜でキッシュなんか買ったりなんかしちゃって、おー、ちょっとパリ生活を楽しめるというわけですね。そうです。で、冷蔵庫もまあまあ大きいの。冷蔵庫もホテルにしては全然大きいね。そうそうそう、いいじゃないですか。暮らせますね、はい。で、 IH かな、一応なんか何やらあって。で、見てこの蛇口がさ、かわいい、かわいくない、いいですね。で、ここも大理石風な感じで、そしてお部屋全体が真っ白で統一されてます。かわいいね。ね、モノトーンっていうのかな、ここは。あ、なんか、あ、なんかコーヒー、調味料じゃない。あ、すげえじゃん、塩とかあんじゃん。塩、コショウ、なんかがあります。ありますね。
そしてぎゅうぎゅうにお茶が、これでもかとお茶といつのお茶やねんみたいな、飲んで大丈夫かみたいな、まあ、よしとしましょう。こちらは、あ、食器が、あ、食器とか結構充実してございまして、包丁ぐらいは、あ、これあるかなって期待してました。あ、パン切れる、パン切り包丁がありました。よかったね。ねえ、なんか欲しいなって。でももしかしたらパリのそういうホテルだったらあるかもしれないなと思ったら嬉しい。これでバケットが切れます。憧れのパリ生活がねえ。おま、食器も十分あるね。ワインオープナーもありますわよ。ワイン飲めないんですけど、そんなあなたお酒飲まないでしょ今。あ、そっちもない。そっちなんか洗剤がいっぱい入ってますよ。掃除道具が入ってます。そうそう、掃除できますね。そしてこちらがクローゼットです。あ、上にアイロンもある。すごい掃除機入ってね。あ、ハンガーもいっぱいあるね。そうだね、アイロン台掃除機どけないと。こうちゃんアイロンあるのよかったね。あ、本当だね。さっきねこれ閉まってたのね。ほんほん、さっきねこのドアなんかこう、え、うわ怖ってなって、どうやって、えと思って、こうどうやってトイレ入るんだろうと思ったらスライドでしたね。へえ、なんかリノベーションが激しいね。パリの建物でも全部古いもんね。あ、かわいい。あ、まあ十分じゃないですか。大きい給湯器ね。奥がシャワールームかな。そうじゃない。そしてシャワールーム、あー、ちゃんとシャワールームになってるね。お、すごいじゃん。もうトイレとシャワー一緒は当たり前だと思ってたわ。本当に。あ、見て、なんかアメニティついてるよ。え、期待してなかった。シャンプーとボディーソープ。あ、やったじゃん。トリートメントはございません。これ何、バニティセットってなんだろう、綿棒とかかな、かな。これがソープ。かわいいね、なんかオフランスな感じじゃない。よかったね。へ、うん、こんなかわいいお部屋で私たちは4泊。そうね、ここを拠点にパリ旅行はしていこうかなと思います。はい、ペットチェック。ペットチェック、どうですか、ペットの匂いは。匂い、あ、全然無臭です。あ、よかった。寝心地は、ちょっと枕が柔らかすぎます。おー、まあ、しょうがないでしょう。それぐらいでしょうか。エコノミーで閉じ込められていた私たちからしたら天国でしょう。いや、もうこんなのファーストクラスですよ。ファーストクラスよりでかいぞ。素晴らしいですよ。へえ。なんかお水もついてるし、ね、かわいいね。ね、ちなみにね、ここからねパリの街並みが見えるのかなと思ったら中庭だった。中庭でした。残念ね。このでもテーブルと椅子もかわいいんじゃない。ね、ね、いや、とりあえず落ち着きましたね。長旅だった。到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よかったよかった。そんなわけで、はい、パリの街へちょっと休憩してから繰り出しますか。そうしますか。はい、はい。